今から後半戦スタートということなんですけども、はい、みんな一応ね勝負かかってるんで、どのアニマルが強いか勝負かかってるんで、今の結果をちょっと言っていきましょうか。はい、どんな感じ。俺は投資が26本で2300枚ぐらいです。26本で2300枚ぐらい、プラス1000枚。あー、じゃあ勝負かな俺。そうなんですね。神厚さん、はい、神厚さん、神厚さん、神厚さん、1000枚、はい、プラス1000枚。僕はね、ただの厚さんなんですよね。はい、熱い兵士が出てくるんですよ、あのポセイドンっていう、あれ、アツシって呼んでるんですよ。アツシ、アツい兵士って、アツシって僕は呼んでるんだけど、アツシさん、あれが結構調子よくてね、僕も大事、僕は投資、13本で、だいたい今、1000枚ぐらいなんで、まあ、射程圏、500枚ぐらいの差ですよね。なるほど、はい、で、今まだ続いてますんで、はい、これから、まあ、上がってんが投資したら、交差が縮まっていく。ほんで、なるほど。モモンガちゃんはどうですか。いや、もうモモンガちゃんはですね、最弱ですよ。え、最弱、最弱、最弱、やばいです。アツチはどこにもないですか。ないです。大丈夫ですか。まだです。ミノリンがね、いくらぐらい負けたかな。あー、ミノリン余計負けてたな。10万近くいってた。あー、9万とか8万とかいってたかな。そこまで行きたくないけど、今のペースで行くと行きますね。そこはなの で、ね、今日はちょっと早めに。モモンガやからこっからちょっと、まあ行く可能性も 50% あります。 50% 行く、 50% ね、 50% あります。ね、ただ残念なことにね、今日はね雪ないんで、ミノリン9万負けた時は俺に思いっきり雪かけてね、発散してたけど、今日は雪ないんで、ぜひ頑張ってください。発散するところないんでね。ということで、はい、後半戦頑張ってまいりましょう。はい、勝てんね、まくるべく勝てね。あと7個残ってますんで、これでぶち乗せていきましょう。はい、ラスト。おう、風がすごいからびっくりする。よし、これ8個で最低2個は取りたい。これどないなよ、あの子の演出。あ、なかなか揃わんな。やっぱり揃わんようになった。北斗の玉と一緒やな、これ。1個くらい揃おうよ。おっ、9.8%、 おっ、 9.8% 来るかも。さっき、あー、なかなか来んな。まあ、とりあえず0は回避。おお、これ熱い演出ちゃう。はい、あ、これ縦減ってないよな。揃うと縦減らんのか。縦減ってないな。あれ、ループしてんのこれ。何、なんコンボ、コンボフリーズみたいな、何やろ。もう一回いこう。おっ、94、外さんやんな。よー、きつい。ここ、ここよ。でもこの33%を超えんことには。ああ、ここの 33%、 この 33%、 おい、ここやかな。よっしゃ、超えた、超えた。ターン、こっからここまで行ったら1回ぐらい44ぐらい行きたいな、ほんま。444、よし、これで赤点まくれるんじゃないですか。
あーもうここか、あ、いった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 、よーし、ここ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 、あーまた三三三か、なかなか難しいな、ここか、やっぱりチャンスはこう引き続けんだからな、とかまだ残ってる、でも結構トップしたよな、なんか揃った時は縦減ってないよな、これこれ、あー体が熱いやつあかんのか、あー533、さっきより増えた、よーし、はい、ということで後半戦も引き続き凱旋からスタートですね、まあ200、どれくらい260ゲームくらいで、あと通常なので50パー引きたいじゃあこれで1点やったら日本と帰ろうかな帰りたいですよね、頑張ります、はい、じゃあ後半はおきどきからスタートしたと思います、 4スルーですね、まあ1回戦かな、なんか玉橋さんが朝一結構リセットっぽかったね、実は言ってたんだけど、どうも俺にはそういう風に見えなかったんだよ、まあ早かったです、どうしたレグ、どうした300枚目、さあボーナス5回目お願いします、ちょっと1000円で入れていいですかはい、ちょっとこれで当たるはずなんで、とりあえず、今これで投資が5万1000円です、ゴッドです、長かったですね、やっとなんか今日初めて当たった気がします、はい、怖いけど、1349ゲーム、投資が5万1000円です、ゴトンお願いします、長かった来ますか、ちょっと色がね、お願いします、怖いけどまあ分かんない、ギリギリでしたね、さあボーナス6回目、ノーマルフラッシュのビッグなのでこれで上がんなかったらちょっとやめも考えようかな、ラスト2連続上がらず、とりあえず周り見ますかね、まあ、見て何が変わるんだって話もあるけど、モードは
モードよかった？モードモードモード。じゃあまだあるじゃん。いやまだわかんない。まだわかんない。じゃあオキドキ続行しますか。2000枚で当たるかな残り。はい。354枚出てきてほしいですねこの後。当たったボーナスだったら次も確定です、2回絡めて5連はちょっときついな。いただけないっすね。奇数っぽかったのに、まあプラスになったからよしとしよう。周り見ますかね。お、キナナ4連なんかあんねや。キナナ4連で下段キナナ4連とかあんねや。そうなんや、びっくりした。あいつは5連狙ったらもう一発意識するやん。意識したらモテへんねんで。意識したらモテへんよ。あるんちゃうこれ。この手順多分青7中段に止まる気すんねんな。ほら来たわ。はいはいね、
箱ならあそこにいっぱいありますよ。何ねんもう、何やねんあれ、出すぎやろあれ。あれ嗅覚じゃなかったんすか。いやええねん、こっちのが取れ高もう取ってるから、こっち嗅覚発揮してるから。嗅覚ちょっとないんじゃないかな。かな、まだこれずれたらフューチャーフューリーやってっけ。あ、スコットフューリー、フューリーでしょ。もうここまで来たらこんなもん、なんか俺これのんが確率悪いような気すんねんけど、ゴッドよりパイクによりなんか、ちょっとそこは見てないけど、とりあえずフューリーよかった、まあ中断じゃなくてよかった。よし、なんなんゴッドフューリー。あ、これは確定めちゃう。あ、お7か、そろわんやん。なんやねんフューリー、全然あかんやん。でもゴッドゲームかける1ってなってるから GG ストックしてんねんな。そうですね、一応、まあ、今のところ合成確率142分の1で真ん中ぐらいではあるんですけど、伸びてくれないかな感じですかね。まあ、これ以上追いかけないんです、怪我を。もうやだ。チェリーチョーク、よかった、そんなにね一発目から大きくハンマラーズ。235フレームかな。はい、235フレームビッグバーナーです。回し始めたのが190、何やろ、98からなんで37ゲーム、よかったです。あ、マンさん88ゲームリック、ラッタン。でもジャグレンとか1000やろうって諦めとったんですけど、よかった。なんかもう今日一日何やったんですかね。ねえ、朝からさ、マドマギ、黒玉放送所、マドカマギカツーに行き、ねえ、なんか50ゲームで ART やって、その後1000ゲームぐらい頑張って凱旋回ってさ、散歩すごい300枚じゃないですか、1回分じゃないですか、ほんと1日ね、何してたんだっていうくらいな。全然ずっとバケだけついてない。ぶっちゃけ3日前からずっと出てない。まあ、全体的に据え置き傾向がちょっと強いから、まあ、ちょっとサンプルは少ないんだけど、当日のまあいいかなぐらい言ってますよ。
しよしよし。よいしょ。十一ゲーム。さあ始まりました。これはきついなぁ、2個でアトランティスゾーンは。おでもいきなりええの、ここで決めんとでももうアウトやな、ほんまに。よーし、ループ来い。あーゴンか。なかなか終わらんな、地味に。よし1個か、この1個勝負。アウト。さあ来る、もう一回来る、来る。おお、やっぱりやっぱり2回引いてたから、フューリーを。そのフューリーの2回分。さあこれで終わりかな。あ、まだある。もう来ないなると何個あるかわからんな。もうゲームか分からんし、ここら辺はまだなんやろか。ああ、あと揃えたところと思います。から1ヶ月ぐらいは多分ポセイドンポセイドンで言い出すよ。はい、というわけで今回の実践はここまでということにしたいと思います。サマンさんが終わるのを待ちますか。はい、というわけで移動してまいりましたリノです。そうですね、今675かな。そう、結構ハマってはいるんですけれども、まあね、じゃあトマトチャンス3分の1で外したのか、トマトチャンスが来なかったのかちょっとわからないですが、まあいいんですよ、一回トマト揃えば1000枚出るっしょみたいな感じで、頑張っていきます。あると打ちたくなるんですけど、なかなかねないけですね。たまに打つと結構連チャンしたりとか、そう、前のパニックのモルツダ中国かな、そういう時もね、あーいきなり来た、はい、そう、その時もねすぐ揃えてバッと出たんで、今日もそんな風になりたいんですが、どれにしようかな。赤7が止まってしまいました、はい、残念。どうしようかな。バー、バー狙います。バー狙ったら止まりました。え、もう本当怖い、本当に嫌だ。さっきのは大丈夫そうだったけど、おと思ったけど大丈夫でした。
終わりまして、そうですね、できればやっぱり1000枚ぐらい出したいので、あと2回はやめて、ね、やめて、やだ、怖いですね、今のはちょっと嫌ですね。あー落ちたかな。はい、というわけでだいぶ物足りない感はありますが、ここで実践終了です。そうですね、モモンガみたいな立ち回りを見せたんじゃないかなと。本当ね、いろいろ動き回って、やらかしちゃったなっていう感じなんですけど、はい、お疲れ様でした。はい、ということでね、今日もなんかね、はい、俺がね、ポセイドンね、とんでもないことになって、なんかね、なんかいつもさ、その出玉も 出た時だけテンション高いのやめません。毎回違うねん、だからどんなコンテンツ見てもさ、勝ってる時と負けてる時がさ、俺今頑張って分かるのちょっとやめてほしいんだけど。違うねん、今みんながテンション低いって言ってたから頑張って最後だけやろうと思って。じゃあ俺自分がやってるだけでしょ。違うね、俺締め切り抱えてる時ってテンションやっぱり低いんよ。え、締め切りがすぐにあるんよ俺。ほんで体力もそがれーの帰ってやらなあかんってなったらもうブルーやねんって。ほんまに結構漫画ってすごい体力使うから。ほんで最後頑張ったらそれやろ、お前また髪に来たやろ。いや急にテンション高いからさ、なあ、まだ朝とんでもなかったのに朝結構、ま、そうそう、だから今日はゆっくりポセイドンでもと思ったんや俺。いろいろ攻略もあるし、はい、と思ったらあんなことになってしまう。体力そがれーの、そがれまくりで結果どうですか。まあ僕はから言うと、はい、まあ13本で、まあ、おきどきから入ってでリセット判別ね、あのポセイドンあれが効いた。多分あそこの島前立腺やって今日なええ感じやっぱり、なんか知らんけど、もうなんかほんま鼻嗅覚嗅覚あんな誰も出へんから俺たまたま疲れてたからもうポセイドンでええわとリセットアメツもできる。ほんだらリセットしてて、お赤点のと総合したら多分当たり島やったんちゃうかな。あってなかったんやろ、もうリセットが。なるほど、うん、まあおきどきえらい掘られてるますけども。そうですね、もうなんか分からんけど。まあまあ良かったと思う。僕は5078枚かなぐらい今は。おすげえ、あの台だけで、まああの3枚じゃないです、出た枚数だけで、すごい、まあ、5070何枚ほんで、そんな出るんだ。でストックまだ5個残ってますから。じゃあまさちげちゃんは。私ですか、うん、私あのもう散らかしました今日本当に。もう飛びまくってただけ。飛びまくりですよ。なんやあんなゲータイム打てへんよねって言うとったら打ってんねんもう、はい、最後地べた走ってんねん。いやだって外線で外あ、まあ、丸マゲットですけど2台で、うん、あの51本、51本取ったーって、まあね、まあしょうがない、そうですね、で50本も引けず、うん、そう、もうダメだって毎着言って。そう、それでも、はい、一つ言わない、まさしげ。そうね、全然えらい、まあ、まさしげさん、怒ってんの見たことないから怒らないし、怒らない、意外とね、マージャンスクリーン打ったのが結構オールラウンダーなんだなって、うん、意外だった。この前で覚えたんじゃん。あ、でも結構打ちます、普通に。あ、そうなんや、はい、打つのにない時は、ね、タイプで固く行こうと思ったんですけど、今日はじゃあ、まさしげちゃんは、うん、地べたを張ってたと思うんだで、はい、上がれずと。そうね、まあ、まあ、しょうがないしょうがない、2分1外したらね、モモンガの栗拾いっていうことやったんですね。栗拾い。これ赤点は結局これは後半はオキドキで、うんうん、オキドキとジャグラーを打って、うん、400枚ぐらい上乗せして。おお、さすがやな、お前やっぱり減らさんねや、はい、あそこから減らさんねや、やっぱりこいつ。いや、ほんま、いや別に最後もう積んでたんで、でもジャグラー打って終わり。いや、でもお前のうまさが、はい、何なんか分かった今日。あの、めっちゃ歩く、あれやっぱりウォーキング大事、マジですね、ローキングやわ。いやまあそう思う、ね、だから俺ドール箱一生懸命歩いて取りに行っとったやろ。ウォーキングや、出てるだけじゃない。出てるだけじゃん。ほんでな、出てて後ろおるからドール箱取ってこられ、はい、
たら、あのもうほんま四男坊のダダ、いやだから今日俺次男だって俺取りに行けへんのもうほんまに言うこと聞いてくれへんもん。いやだって泥箱だったらあそこにあるじゃん、ドキドキの島にいっぱい自分で撃つんだよ、入ってるやんあれほんまということで、はい、今日は、はい、じゃあ犬の大勝利ということでいいですか。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。すごかったということでね、はい、なんかあんなに出るもんなんですね、ポセイドンっていうのも。そうですね、なかなかやれるなっていう部位にはなったと思います。また多分ね、これが1ヶ月2ヶ月ずっとポセイドン、ポセイドンいやでも朝のリセハンはあれええよ、出たらすぐポセイドンでいいやつ。いや昨日出てへんかってんけど、俺やっぱりなんかあるんちゃうかなと思っていけそうかなと思って打ったわけよ。なるほど、それが結果出ました。はい、ということでまた次回、タイガー&ドッグありましたらよろしくお願いします。じゃあ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まさしげちゃんまた来てね。モンガ飛びたい。今日入ってけへんな、言えへんな。いやなんか今日あんまちょっと言うことが思い浮かばない。